田中康夫チャンネルへようこそお越しくださいました。新党日本代表衆議院議員の私田中康夫です。TPP と呼ばれる問題、わずか1ヶ月前には誰も口にしていなかったことが日本の世の中をまるでインフルエンザのごとく席巻をしています。そして TPP にかからないとバスに乗り遅れちゃうなどと言われておりますが、これは大きな間違いである、認識不足であるということを11月の8日の、予算委員会で私が質疑をいたしました。この内容は映像そして、議事録でご覧いただけます。日本はもとより通商国家です。通商国家ですから FTA であったり EPA であったりというものを相手国との間できめ細かく結んでいくということがとても大事なことです。しかしこの問題が今までの既得権益の政治と経済の中で滞っていた。そして TPP が出てきました。しかしこの TPP というものは A 連邦に代わる米連邦を形作るということであるということを冷徹に認識しないといけません。最初 TPP に入ると呼ばれていた4カ国はご存知のようにシンガポール、これは小さな面積の金融立国です。そしてニュージーランド、酪農乳製品の一次産品の輸出国です。チリ、これもレアアースを含めた一次産品の輸出国です。そしてブルネイ、こちらも LPG や石油という一次産品の輸出国。こうした国は一次産品を関税なく輸出をするということに対して逆にいろんなものが自分の国に入ってきます。そしてその後入ることになったのはマレーシアをはじめとしていわゆる占領をイギリスによってされた A 連邦の国であります。ですから、戦争によって占領をされなかった、タイであったり中国であったりというものは TPP には全く見向きもしていないわけであります。で、TPP はこれはすで、に福島信之さん、実は福島さんという方は経済産業省にいて、私が知事の時には構造改革特区推進室の参事官補佐という内閣府にいた人間であります。この人間がこの問題は農業にとどまらず日本を亡国にもたらすということ、これは BS11 の田中康夫の日本最高でお届けしましたのでぜひご覧いただきたいと思います。そして明日の土曜日にはですね、自由民主党の小野寺逸典さん、この方は自由民主党の政務調査会の外交部会の会長を務めている人です。この人が TPP は農業にとどまることではないんだと、これは金融であったり保険、すなわちアメリカのがん保険をはじめとするものがもっと日本に入ってきて日本の生命保険や損害保険会社は根こそぎやられてしまうのだと、のみならず電波、すなわち放送というようなものもルパート・マードック氏をはじめとするような海外のものがたくさん入ってくる。もちろん談合記者クラブの方々は今 TPP をと言っておりますが、 TPP が入ってくれば記者クラブ、記者クラブがですね解放されるのは良いことだとご覧になる方もいらっしゃると思いますが、日本の電波というものも全く変わる。そして一番大事なことは、介護士や看護師、こうした方々が日本語が片言であっても英語で資格試験を取って入ってくることができる。するとおじいちゃんおばあちゃんに日本語がほとんど喋れない人がお世話をする形になってくる。海外の方々の労働力を全く無視するということではない意味で、これは非常にコンシューマーオリエンテッドに属していない、乱暴な議論なのではないか。そしてもう一点、見逃せないのが公共事業。公共事業というと撲滅論者でいいじゃないかという方もいらっしゃるかもしれませんが、公共到達、鉛筆やノートに至るまでこれは全部オープンにしろ。オープンにしろというのはどういうことかというと、国の直轄事業の公共事業の入札計画だけでなくですね、市町村がどんな水路の補修をするんだ、どんな鉛筆を買うんだということも全部ホームページ上で日本語ではなくて英語で載せなさいということを要求をしてくるのが TPP なんですね。役所は英語に全部訳さかなきゃいけない、労力がかかった税金が無駄に使われる。そして日本ではない方々にとってですね、日本の小さな市町村の公共事業や国境到達まで全部持っていかれてしまうくらいの話だという覚悟があった上で行っているのかということです。ですからこの問題は農政という、とかく主給派に見られがちな、あるいは JA と呼ばれるようなまさに国内で農薬を売りさばいて金融を行っていて農家から搾取をしているとも言われている、こうした団体のために TPP を導入してはいけないということではありません。私たちはもともと通商国家なのですから、 TPP の前に韓国に見られるように FTA、EPA、
韓国は、ASEAN の国すべてとですね、そして EU、ヨーロッパとも、そしてアメリカとも最終調整でさらなる、細かい相違点を詰めるというふうに、昨日木曜日、バラク・オバマ大統領とイ・ミョンバク大統領が共同会見をしましたが、こうしたことを行っているのであれば、日本も TPP、すなわち FTA や EPA というようなですね、富士山やマッキンレーに登るという訓練もしないまま、突如、チョラモンマに登る、まあ、英語で言えばエベレストに登ると言っているようなですね、気合の具合ではこれは違うのではないかということを、11月8日にお届けしました。11月5日のですね、農政委員会においても小野寺さんは大変に鋭い質問をしております。これは与野党問う問題ではない、むしろ自由民主党の中にこそですね、鋭い意見の方がある。民主党の中でも経済産業省出身の方こそですね、この問題を憂慮している、迷走混迷する戦艦大和内閣、戦艦はですね、戦艦の字が両方の、名字のですね、頭文字を取ると戦艦大和内閣だというふうに私は申し上げておりますが、 TPP ということの前にですね、 APEC があるからですね、 TPP に参加するというお土産をあげないと議長国になれない。しかし皆さんご存知のように、 APEC の前になんとですね、韓国において G20 先進国の20カ国が集まっての会議をやって、世界の新たな方針がここで話されているのですから、 APEC は全く G20 で決まった内容をもう一回ですね、日本国内向けにお披露目をするためにですね、皆さんが横浜までやってくるというアホな話になっているわけで、ここにも日本の外交の無策というものが現れています。まさに TPP の前にですね、場をわきまえる TPO が必要なのではないかということを今回改めて感じるところであります。